あなたはこのような症状に悩まされたことはないでしょうか？ルーティーンと言えば聞こえが良いですが、これらは対人関係や仕事上のストレス、感染症などがきっかけで発症すると言われています。今回紹介するスレは、そんな脅迫観念にとらわれてしまったスレ民たちのスレです。毎日しこらなきゃという脅迫に駆られているあなたにとって有益なスレですので、最後までお楽しみください。それでは始まり始まり。地方 Y 脅迫性障害マン、もう限界。今日も朝からドアを開け閉め。誰か何とかしてくれや。そんなことしても意味ないぞ。意味ないと分かっててもやってまうんや。頭では分かっとるんや。でも頭の中の脅迫が Y を動かすんや。これやね、意味がない、分かってるんだけどやってしまうのが一番辛い。 Y もひどかった時、 T シャツ1枚畳むのに数時間かけたことあったわ。車で20分の場所行くのに、人引いたんちゃうかとか、ぶつけたんちゃうか気になって、2時間かかったりするんご。Y は、道端のゴミを全部掃除してるで、駅まで2時間かかる。かわいそうに、それ、確認行為という典型的な脅迫性障害の症状なんやけど、大人になって症状が緩和された今、気づいたんやけど、子供の時から母親によく確認行為をさせられてたんだよな。忘れもない？大丈夫？本当に？大丈夫？本当に忘れ物ない？大丈夫？大丈夫？一回確認されるぐらいならまだしも、何回も確認行為されたうちに不安が蓄積されて、脅迫性障害になったのだと分析した。一致もどういう過程で発症したのか知らないけど、今は何言っても無理だろうけど、きっかけなく発症するものだから、きっかけなく前触れもなく、急に何かに気づいて症状がなくなるから、あまり気負わないようにな。言われてみれば、Y もマッマによく確認取らされてたな。Y も中学生の間は治ってたんやけどな。高校入ってから再発後、どんどんひどくなって、結局、何年もそのままや、いつかまた治ると思って、なんとか気楽にやってみるわ。彼女がそれだわ、働いてる。バイトマンやで。いっそ、俺ルール破ってみたらええやん。頑張って脅迫ルール破ってみても、そのことが気になって一日中集中できん。ひどい時は、翌日まで気になる。実体験にも基づく、脅迫性障害克服なんたらって本ええぞ。調べてみたら評判ええなぁ、ポチるわ。増補改訂版買うんやで。サンキューやで、これでは芋脅迫性障害克服や、これまでの十何年かを取り戻すで。バイトでも偉いなぁ、彼女は実家で5、6年だったかニートなんだよなぁ。ハンドメイドが好きで、小銭稼ぎはしてるけど、限界あるわ。稼げるんか？彼女さんの気持ちもわかるで。働こうとしても、脅迫のせいで動きが鈍るし、バイト中も、ちゃんとあれしたっけ？とかなって、他の人より仕事が遅くなる。話聞いてても大変なのはわかるんだがね、それでも精神科？だっけ？言って薬とかもらってる？風呂は長い、トイレは長い、床がダメ、表出るときは、携帯ジップロック、特にトイレが問題で働けないとは言ってた。2年前までは通ってたけど、薬漬け怖くなってやめたわ。風呂は多分あれやな、シャンプー何回もしたりするんや。これがまたやめられんくて大変なんやで。シャンプーもだけど、まず周りをある程度綺麗にしないとダメって言ってたかな。失礼なんだが、似たような方がいると意見聞けるから助かります。何回も何回も手を洗わないと気が済まない。お湯と石鹸で何回も。そんな一致のスレに、わらわらと脅迫性民が集まり、賑わいを見せていく。一時期、マンホールの蓋を磨いてた。歩いて8分のところ、2時間や。ゴミというか、砂利まで掃除しないと気が済まない。それは、どういうあれでそうなったの？わからない、掃除しないと発狂するんや。親に病院連れてかれて、脅迫性って診断された。戦場脅迫って悲惨だな、水道しろと石鹸で死ぬ。子供の頃よりマシになったけど、未だに郵便物送るとき、封筒パタパタするんご。この手の病気ある人って完璧主義者の人が多い気がする。原因のほとんどがしつけが細かかったり矛盾してたりすることやろうな。ぶっちゃけしつけってあんまり関係ないと思うわ。スポーツ選手もゴルフなんかは多いな。テニスのなんとかいう選手も脅迫やったな。コートに入るときは左足からとかテレビではジンクスがみたいに言うとったけど、挙動がどう見ても脅迫のそれやった。ゴルフはメンタルスポーツなだけあって、その手の病気多そうやな。イップスも多いし。スイングにチェック項目が数百とかになって、最後は戦場脅迫とかそこまで行ったりね。そこまで行くんか、きつそうやな。ベッカムもやってたな。それ、ホテルのアメニティが奇数個だと、心が落ち着かん言うてた。スポーツ選手の脅迫はきつそうやな。たまたまいいプレイできた時になんかやってると、以後それやらないと気が済まなくなりそう。Y も同じ病気かもしれん。意味ないのに毎日2回 G してるわ。
Y は逆やで。G しちゃいけないと思って、もう半年近くしてない。めっちゃしたいのにできない。悲しい。本物は、やっぱ違うな。ニコラス・ケイジの詐欺師映画にそんなやついたな。ドア開け閉めするたびにリズム取ってて草生えた。でも実際やらずにいられなくなったらきつそうや。家出る準備して、靴履いてもそっから時間かかるわ。ほんまそれ、夏の暑い日なんか、クーラー消した後にもいろいろやるから、結局家出る頃には汗だらだらになる。わい、こっちの手で触ったから、逆の手でも同じ回数触らなあかん。わい、強く触りすぎてしもた。もう一回逆の手で触ったろ。なかなか調整できん時あるよな。調整ってなんだよ。右手ばっかで触っとったら、変な気がたまるやん。左手でも触って均等に調整するんや。ああ、わかる。消防の頃、かまぼこに書いてあった人の目を端で通して遊んでて、その後、なんか償わなきゃってなって、自分の目よく触ってた。自分の目が取れそうでいたわるんやろ。テレビの音量とか、10だと小さくて、12だと大きいのに、11にするわけにいかないからいつも我慢してる。これに同意してるやつ、どんなテレビなんや、20でも小さいやろ。わかる。Y は、10、12、13、15やな、11、14は許せん。いや、11はいけるやろ、13とか14は無理や。は、加害の害案。10と12と15と18と20は許せる。それ以外はダメや。わかりすぎて草生えるわ。最後にラーメンのスープ飲もう。やっぱり最後は水やな。やっぱスープやな。水やわ。これ、わかるやつおる？名前つけて特許取っていいぞ。それは関係ない。Y、セーブしとこう。Y、一応、2回くらいしとくか。わかる。大体トラウマのせい。じゃあお前らは、ドアノブ両手で開けな気が済まんの？蛇口は？右手で開ける、閉めるときに、左手で右手で触れたドアノブに触れる、内側のドアノブを右手で閉める、閉めるときに左手で、右手で触れたドアノブに触れる、大体こんな感じやない？ほんまやな、ほんまにドア開け閉めするたびにそれやってるんやな。普通にやるで、やらんと右手だけ変な気がたまるやん。マウスはどうやって触ってんの？すべてに当てはまるわけやないんや。特定のもの、基本的には日常に目につく右左や数値の選択性があるものやねん。それに、人によって対象は千差万別や。仕事中は普通に右に置いとるで。溜まってきたら左手でクロスして、右手で片手でキーボード打っとる。溜まってきたらって表現、ほんと草生えるからやめえや。そんな中、スレミンの時間を奪うように、新たな悪の種を植え付けようとするスレミンが。スマホ左手でばっか操作しとらんか？左手でスマホいじったのと同じ時間、右手でもスマホいじらんとあかんで。これもう手にあったわ、3月。触れたものすべてに心の中で謝ってた時期あったわ。ワイもや、あと、何かを見た時に睨んだり、見下すような視線になるとダメ、それに対してまっすぐ、垂直になるような視線じゃないと気が済まん。ワイは、寝る前に台所の前で寝てる一犬を逆に向けてから寝るようなルール作ってもうた。強迫性障害は大変やわ。草。飼い主が外人犬。犬も逆にされないと眠れなくなってそう。一犬、あれ？ご主人来ねえな、眠れんやんけ。一犬の表情が目に浮かんで草。そしてスレは、良くなったニキたちによる治療法をおのおの語る。精神科行ったら、SSRI っていう薬渡されたけど、相性良くてマシになったわ。感じはしなかったけど、あと、母親のやつは、割と一般的なので関係ないと思うで。脅迫は、デプロメールかパキシルらしいね。ワイはパキシルやったわ。脅迫性障害は、病院行って適切な治療受ければ治るで。ワイやんけ、人生つまんなくなったわ。物に意志はない、適当にやれ、この二つができれば、Y は生きやすくやる。人形しきれないタイプ。最近引っ張り出して、一緒に寝てる。Y も脅迫性だったけど、そろそろめんどくさいなって思ったら普通に治ったわ。結婚したら治るって言うよな。つまり、一生治らんのか。だってって。スレミンが語るとなんか面白くなるけど、ほんと本人は大変よな。治そうと思っても、自分の意思では難しいところもあるので、まずは薬か、栄養で体のベースを整えた方が良いかも。安心感や幸福感を司るセロトニン機能をうまく使うために、ビタミン B 群をよくとって、括弧主に B6。天然の精神安定剤と呼ばれるマグネシウムや、脳神経伝達の調整に必要な亜鉛。これらを摂取してみるのもいいかも。鉄が欠乏しないかとか、タンパク質が足りてるかとかもあるから、そこら辺も気にしたいところ。この動画の感想や似た体験談、あなたの意見をコメントにお願いします。また、登録者だけに表示される R18 ギリギリネタも出していきますので、どこのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って、最後までありがとうございました。